はいどうも、カードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日6時と18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。はい、グルールスペルということで、はい、秘儀の砲撃を使った、スペルデッキなんですけども、まあちょっとね、このオープニングは全部対戦終わった後に撮ってるんであれなんですけど、デイリーミッションがね、赤と緑の呪文を唱えるだったんで、はい、狼デッキとね悩んだんですけど、こっち作ってみました。まあ、このティタニアの命令あんま使ってなかったんでね、これまあちょっと使いたいなっていうのがあって、でまあ特にね、クリーチャートークンではなくて最後のやつですね、あなたがコントロールしてる各クリーチャーの上にそれぞれプライチカウンターを2個置くと、まあ、そこがこの家の焼き払いのトークンであったり、これ将来であったり、まあ、トークン出していくカードと相性がいいんじゃないかなということでね、あと今回は精霊との融和をちょっと入れてみて、秘儀の砲撃と、あとまあ土地事項緩和ですね。はい。まあ、それをやっていこうかなと思います。さあ、それでは早速やっていきましょう。はい、プレイ。さあ、対戦相手先行、火力もりもりやな。これは結構微妙なハンドかもしれない。いいですね。胸を踊る可能性とかが来てくれるとちょっと可能性が出てきますね。お相手は何デッキやろうな。狼デッキか、ちょっと分からんけど。まあ、クリーチャーデッキには間違いないでしょう。ちゃんと焼きながら進めていこう。これは人間やから、人間デッキかな。さあ、稲妻の一撃。嫌なの出てきましたね。44。さあ、大勝ち。はい、胸躍る可能性でカードを行きます。おお、そうくるか。ターン終了。序盤ライフ削られんかったのが大きいですね。
さあ精霊との融和、大勝ちが来てほしい。遊びか。結構大勝ちまだ、あ、落ちてるね、ちゃんと落ちてるね。さあこれで次のターン、一応トーボラーは焼ける、火力は揃いましたね。まあ昼になったら稲妻の一撃だけでもと思ったけどでかいの出てきましたね。どうする、ハラノとアレイナを先に焼くか。でも5号を先に焼いちゃった方が楽な気もするんだけど、痛いな、痛いよ。稲妻の一撃、火力来てほしいですね。巨大化か、それはちょっと良くないな。火遊び、さあこれでターン終了。さあもう一枚火力が来ないとトーボラーが焼けない。こいつもでかいし、ね、さらにでかいのが来た。さあ大勝ち、支払いが来てほしいところではあるが、これで探しに行くか。家の焼き払いを探そう。これは一応もらっとくか。しまった、もらえないんか、もらえないんだ。はい、さあめっちゃ大ピンチ。さあターンもらいます。胸躍る可能性、どうする、もう家の焼き払い来てくれましたね。まあ、とりあえずこれで焼き払いましょう。
さあこれで楽になった、めっちゃ楽になった。タフネス高いな。まあ一応それでも焼き切れるの、焼き切れるのな。さあ稲妻の一撃。対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。精霊との融和。さあ湧いてもグルールか。さあ何のデッキでしょうね。大体グルールはオオカミとかが多そうなイメージですけど、さあ胸躍る可能性。さあ大勝ち。先に一回焼き払っとくか。さあターンもらいます。はい、ヒゲの砲撃、胸躍る可能性。さあこれで次のターンからちょっと分からせていきたいですね。ん？これはエンチャント割りに来たりする？違うか。
さあ家の焼き払い。さあこれでターン終了。さあ稲妻の一撃。タニアの命令、まあ、トークンとプライチカウンター行きましょう。サイズがでかくなって殴っていく。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープ。はい、土地出してターン終了。もう1枚土地が欲しいところですね。相手はなんだ、セレズニア、なんだろうね。もう1枚土地が欲しいぞ。土地が来ましたね。どうしようか。大勝ち。大勝ち捨てるか。できればなんか1マナ来てほしかったんですけどね。火遊びかなんか来てくれるとありがたかったんだけど。さあ宝石泥棒。先に行くか。さあ秘技の砲撃。さあ痛いぞ。8点。残りライフが8。とりあえずインスタントないのがちょっと怖いな。さあ兄弟仲の終焉、まあ、ここでインスタント引いてきてくれるとありがたいんだけど。破壊不能か。これも破壊不能か。強いな。
あ、これ将来警戒できますか。警戒さあ、サイズでマウントを取っていきたいですね。ん？普通に殴ってくんのか。なんだろう。ただもうライフないからな。ブロックするしかないよね。なんかあったとしても。トランプで貫通してくんのきついな。巨大中の終焉はい、対戦ありがとうございました。さあ、それでは落石の谷間から行きましょうか。まあ相手のデッキ次第ではあるけど。さあ、お相手は黒。ああ、それはちょっと面倒くさいか。ターン終了。何ですか、嫌ですね。はい、潜入者、見たことないカード来たな。まあ、それは仕方ない。ていうかこれよく見たらソーサリーなんだね。それに驚いた。さあ、胸躍る可能性。カード2枚引きます。おお、トチトチと来たか。さあ、精霊との融和か。まあ、先に、いやー、まあ焼かなくてもいいか。ターン終了。お相手の動き見ながらでいいや。能力使ってきたら焼いてもいいかな。さあ、火遊び本体撃ちます。まあ、家の焼け払いいですね。ターン終了。このターンちょっと痛いけどね。5点食らうのか。ちょっと我慢しながら。さあ、大勝ち。さあ、胸躍る可能性。まあ、まあいいカード引いてきましたね。まあ、まず強大中の終焉いきましょう。全部3点飛ばします。なし、はい、さあ、秘技の砲撃。さあ、ここからですね。
さあライフがかなり寂しいぞ。回復手段もないですしね、あんまりダメージ食らいたくないな。堕落とか飛んでくるとめんどくさいですからね。ちょっと今のはよくわからんけど、さあ家の焼き払いで5点飛ばします。はい、対戦ありがとうございました。さあ7枚でキープします。先行か、精霊との融和を早めに使って土地探しに行きたいんで、こっちから行きましょうか。さあターン終了。ああいいですね、土地来ましたね。これだったら胸を取る可能性で、タニアの命令よりこっちか。はい、さあ精霊との融和、土地か、知らないな。さあこれでターン終了。さあ火遊びで本体焼いていきます。まあ戦術ですね。命令はもういらない。土地が伸びますね。もうこれは堕落ハントか、急がんとやばいな。ちょっと相性悪いぞ。さあ大勝ち。分からんけどいかんとしゃあないな。さあ秘技の砲撃、今捨てたことを後悔させてやりたい。ただ2枚目あったら知らん。さそうですね。さあ大勝ち。2枚目来ましたね、ありがたい。さあターン終了。大勝ちが追放されてるのはかなり心強いですね。さあ稲妻の一撃。行きましょうか。11トークン出していく。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。グルールスペルということで、
はい。まあ、デイリーミッションがね、赤と緑の呪文を唱えるだったんで、狼デッキとこれどっち作ろうかなと思って、まあ、こっちにしてみたんですけども、ティタニアの命令と、これ将来とか、この家の焼き払いっていうのはなかなか相性が良くて面白いですね。一気にサイズでかくできるのがいいですね。プライチカウンター2個置くと。この11に2個置いて33にしていくとかね。まあ、そこら辺が動きとして面白かったですね。まあ、あとはこの兄弟仲の終焉と家の焼き払いの火力でね、盤面どんどん掃除していけるのも非常に強いですし。割と、ヒギの砲撃は引けたかな、胸躍る可能性と大勝ちも、あと、精霊との湯はあるんで、土地事故も少なかったですし、結構使いやすくておすすめですね。はい。まあ、グルール好きな方はね、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。